こんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。よし、はい、今日の動画は何でしょうか。ロックマンシリーズまとめ。おー、ロックマン、ピュ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 。Kさんがやってほしいってことだったんで、ロックマンシリーズをね、まあ一つ一つ細かくとはいかないんですけど、歴代ロックマンどんなシリーズがあったのかっていうお話をちょっとしていきたい。はいはいはい、いやこれいいね、楽しみ。で一回ここでね、ちょっと大まかに話して、なんか細かいやつとかね、今度ねまたやってもいいですかね。はい、皆さん何ロックマンやってました？ X1,2,3。 うちは X の前のあの8だったかな、あのワイリーのバージョンなのよ。はいはい、そっちね。そうそうそう、そっちやってたかな。まずロックマンシリーズ、初代タイトルがもう普通のロックマンでございますね。はいはい、これ無印ですよ。無印ロックマンがまあ最初にありまして、このシリーズ無印ロックマン、なんと1から11枚出ております。めっちゃ出てる。そんなの11? めっちゃ出てるんですね。ファミコンでロックマンからロックマン6まで出てます。ファミコンでスーファミじゃなくてね。はいはい、スーファミでセブンだけだ。高橋さんがやったのセブン。じゃあセブンか。セブンかもしれない、うん、うちスーファミでやってた気がするから。で次 PS とかで8が出ます。8はね、8、確かにプレスだったけど、俺やったことあるんだよね、8、確かに。メタルヒーローズってやつでね、出ました。で、次、Wii、PS3、Xbox とかで、9、10が出ております。すごいね。あ、出てんだ。出てんだ、知らないね。で、一番のこの無印最新作は PS4、スイッチなどなどで、ロックマン11が出てますね。最近じゃ、見たいんだけど、何それ。これがシリーズ30周年の記念作ということでね、久々に出たという感じ。感じでございます。ロックマン11の方は壁キックはできないんだよね、きっとね。できないんだと思いますよ。そこまではね。で、ロックマンシリーズのストーリーを簡単に言うと、2000X 年。うわ、懐かしい、なんかその響き。ドクター・ライトが作った6体のロボットが暴走してしまいますと。白髪の博士だよね。そう、白髪、優しい博士ですね。はい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 。で、お手伝いロボットだったロック、そうロックマンというのはもともとお手伝いロボットなんですね、この通常のロックマンというのは。はいはいはい。で平和守るためドクターエイトに依頼し改造してもらい、ロックマンというものになって暴走したロボットとこう戦っていきますよっていう話。あ、そういう裏設定あるんだ。そうなの、うん、で暴走させたのはワイリーなんですよ。出たワイリー、あいつがそうなんだ。あ、なるほどね、うん、でワイリーとこのドクターライト、うん、博士同士は昔仲良く使ってライバル同士だったんだけど、はい、ワイリーが常に2番手だったの、この何に対しても作品賞とかも。で一番のことをやっぱ嫌いになって、うん、あいつが憎いってなって、うん、こうやばいやつになってったっていうお話なんですよね。そういうパターンね。それをもう11までやってんだ。そうなんですこじらせを11までこじらせてんだ。全然回収しないね。っていうのがね、もう通常版ロックマンのお話でございますね、うん、はいはいはい。で次です、先ほども出ましたロックマン X シリーズっていうのがね、はいはいはい、誕生するわけでございますね、うん、でこちらは1からなんと8まで出てます。8、そんな出てんだ今。1,2,3 がスーファミですね。はいはいはい、はい、うん、うん、そうだね、それは覚えてるわ、スーファミであったのは。で3はね PS とかでも出てると。4,5,6 が PS です、うん、もう一気にそこプレイステーションなんだ。で7が PS2 で8も PS2 ですね。あ、PS2 なんだ最新は。そうなんだ、ね、そこで終わりなんだ、うん、ああ、じゃあ終わってるんだ実質ね。でね、他にもまあスピンオフ作品とかあったりするんですよ、ゲームボーイとかで、うんうんうん、それはでもね、まああれで一応この流れとしてはまあそれって感じですね。うんうんうん、うん、ナンバリングタイトルといいますか。でロックマン X の内容、さっきのロックマンのより未来の話になるわけですね。へえ。でドクターライト、これもドクターライト出てきます、うん、ライトは晩年に制作した悩み考え行動することができるロボット、ロックマン X っていうのがまあ主役になってくると。ああ、じゃあちょっと違うんだ。そう、あれはまあお手伝いロボットを改造したっていうのがあるけど、まあこっちはもうちょっとなんか進化したね、ロックマン、はいはい、ちょっと AI 搭載されてるからあるね、なんかね。ああ、なんかそんな感じありますね、はいはいはい、だから壁キックできんだいやいや、 AI イコール壁キックの認識なの自分で考えてね、自分で考えて壁キックしてんだ。だからでストーリーは 2100X 年、はい、ロボットレプリロイドっていうものがどんどん暴走していったと、ほうほう、まあなんかウイルス的なもの、うん、シグマっていうやつね。出た、シグマ、シグマいたね。あいつウイルスなんだ、もともとシグマっていうやつがまあいて、シグマにこうウイルスが感染しちゃって、はいはいはい、でシグマウイルスっていうものができちゃうんですね。そのウイルスがいろんなレプリロイドにこう移ってってみたいな。はいはいはい、なるほどなるほど。でそれで暴走しちゃったロボットたちも、うん、この X とゼロですね、ゼロゼロかっこいいんだよね、ゼロね、
ゼロでそこ止めましょうってお話です。はいはいはい。今思ったけどさ、その博士が晩年にって言ってるから、確かに博士出てくる時ってさ、大体あのホログラムだったね。あ、そうかも。パーツ取る時いいんだよ。そうそう、パーツ取る時あのウィーンって言ってなんかね、確かなんかベラ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 喋ってるなと思って、そうブーンって出てきてさ、文字がテル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 みたいな文字でさ、そう、でも子供だったから一文字も読んでな、あれ一文字も読まなかった気がする。そう、読まなかった読まなかった、大体飛ばすあれっていうのがまあロックマン X ですね、はい、うん、では次、まあ、この流れでいっちゃいますと、うん、ロックマンゼロっていうのがね出てるわけでございます。ゼロ、ゼロってさっきのゼロ、 そうさっきのゼロ、はい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 、これがなんとねゲームボーイアドバンスで出てて人気だったんですよこれ、アドバンスで4つ出てます。めっちゃ出てるじゃん。ゼロ、ワン、ツー、スリー、フォーってこと？そうそうそう、ゼロ出たことあるかも。ツー、スリー、フォーで、ロックマンゼロっていうのはさっきは 2100X 年だったんですけども、まあ X のロックマンゼロっていうのは出てたから100年眠りについたと、ゼロ、ゼロがその X シリーズのあとこう100年間眠りについてたんだけど、復活して主人公になるっていう話、あーなるほど、だからつまり 2200X 年の話、なるほど、はいはい。でストーリーもこのロックマン X 時代の戦いはこの X が終わらせたんだけど、さっきのね、はいはい、ロックマン X が、だからみんな平和だったんだけど、本当は平和じゃなくてみたいな、政府が嘘ついて平和に見せてただけで、みたいなお話から始まるっていう、なんかちゃんとしてる、結構ねちゃんとしてる話なんですよ。ちゃんとしてるよねでもゼロ死ぬけどね、どっかでね、ワンかツーか、あそう死ぬんだけど実は死んでないっていうね、そっか、復活すんのか、あれなんか自爆するよね。そうそうそう、でも結局2、3でも出てきてるから、なんかまあ復活したんだなみたいな、子供ながらの時は思ってたけど意味も分からずねはいはいはいX5 かのエンディングではゼロはね、いろんなエンディングがこう分岐にしてんだけど、どこでもゼロは死ぬんだって、殺されがちなんだけど X6 で実は死んでなかったよって出てくるって。おなるほどなるほど。でそこのエンディングで100年眠りにつくエンディングがあるんだって。でそれの続きがロックマンゼロとなって始まるっていう、結構続いてるんですね。ちゃんと続いてんだね。うん、なんかさ、うん、これさパッケージ見ると全然人違うんだけど、ゼロ違うかこれ見て、この要は左にあんのが、うん、そうだね、昔のだね、目が全然違くない本当だ本当だあでも同一人物らしいよ。そうだよね、だから全く違うのに見た目、いやロボットだから見た目が変わっても同一なんだ、なんか可愛さ足されてるね、なんかね、確かにあの感じがやっぱ俺らの中だとゼロだよね、なんかね、キリッとした感じがね、そう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 、っていう、まあ、ゼロシリーズがあったわけですね。はいはいはい、うん、でそのゼロシリーズになんと続きがありまして、まあ、X シリーズですよ、うん、要はこれ僕もあんま知らなかったんだけど、ロックマン ZX と書いて、うん、ゼクス、えゼクスっていうのが始まるわけですね、はあはあ、ロックマンゼロの数百年後の世界と、はあはあ、これもまたねちょっとストーリーややこしそうな感じなんですけど、まあこれもナンバリングで続いてるって感じですね、はあ、はいはいはい、そうなんだ。でこれはまあ DS のゲームゼクスっていうのと、ロックマンゼクスアドベントっていうのが2つは出てますっていうことですね。へ、あなんか今見てるとすごい小学生向けな稲妻イレブンみたいな見た目、そう、どんどん可愛くなっちゃってんだね、可愛くなってってる、丸い目の方がいいんだね。そうなんかもね、もうゼクスに関してはもうゼロ感がゼロだけどね全然ゼロゼロどこ行ったって感じするかこれねロックマンの赤色のロックマンみたいな、確かに、ね、で一応ですね、はい、これでまあこの流れは終わるのかなと思いきや、うん、まあこれはねあの続きとも言われてるし、うん、別世界とも言われてるお話なんですけども、ロックマンダッシュっていうね作品があるわけです。これがね、はい、僕めちゃくちゃハマったゲームで、めちゃくちゃ 3D なロックマン。あでも聞いたことあるかも、確かに。これねちょっとやってほしい、めっちゃ面白いのよ。アクション RPG みたいな、ゼルダみたいなやつなの。はい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 、はね、バンジョーとカズイみたいな感じでもなくて、そうそうそう、はい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 、ちゃんとなんかストーリーに進んでこうアイテムを買ったりとか、そういうシーンもあったり、はい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 、街中でこう人と話したみたいな、そういうシーンもあったりして、これがねめちゃくちゃ面白いのよ。ミニオンズみたいなロボットいるよね。あいるいる。うーんね、これさすごい話なのよ。一応 X シリーズか数千年後ってまあ言われてるけど、もう全然話はもう引きずってないようなもんです、ほぼ。だからもう別世界とも言われてんだけど、この時代の地球で暮らす人類は全て機械であり、本当の人類は遺伝子データのみの存在になってしまったと。
人々の記憶か過去のセンスは全て忘れされており、古代遺跡を探査、うん、発掘し穏やかに下している世界みたいなことで、だからもう結構そうなんだ、古代的なステージだったりするんですよね、本当にただただ、ちょっと機械感少ないというか、うん、もう人間じゃないでしょここに映ってるみんな、このキャラは全員そう、まあ人類って言われてるんだけど、うんうん、みんなもう機械みたいなね、うん、難しい設定ですよね、むずいね。じゃあ飯食わなくていいんだね、ガソリンじゃね、ガソリン、あ、なんかそういうのあったかもしれないあんだ、ね、地球的にはもしかしたら優しいのかもしれないしね、なんかまだ話が変わってきそうな気がするんでこの辺で一回戻ってくるっていうのがまあ今のも結構流れ系譜があるロックマンシリーズ、はいはい、うん、で他にもね結構あるんでちょっとざっと説明したいんですけど、うん、あ、そうそう、俺今までなんか名前聞いてないやつがある、うん、知ってるやつで、一つ目まずロックマンワールドってやつが、ワールドまた知らない、ワールド俺が知ってる、それは知らないな、違うやつできたこれゲームボーイでできるロックマンみたいな、うん、これはもうだ結構ロックマンですね、もうほぼ、はい、遊び内容は まとめってことね、移植みたいな感じではあるかもしれないですね、うんうん、わあ懐かしい、この古い感じの絵、あーそうね、夏これいいね、この絵、このロックマン、これあーこれか、夏これなんだよ、懐かしいね、昔のロックマンはねえ、うん、なんかそのアメコミの表紙感あるよねなんかちょっとね、そうそうそうなんだよね、で他にもですね、はい、ロックマンサッカーとかね、サッカースーファミのソフトでロックマンがサッカーやると、サッカーやんのいうソフトとか、うわなんかあったかもそれ知ってんだでファミコンのソフトで、うん、ワイリー&ライトのロックボードザッツパラダイス、なんで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 何怖い怖い、なんか敵同士でパラダイス、二人が主役なボードゲームですねそれは知らないな、何それ、ロックはほとんど出ないんだけど、何それっていうファミコンでのゲームがあるとか、いろいろある中で結局やっぱ一番流行った作品としましてはこのロックマンの通常以外ので、うん、ロックマンエグゼでございますね、あ待ってました、それをそれそれ、そう俺ねこれね弟がやってた、いや俺はやってなくて何も分かんないさ、えぐい面白いよ、なんかすごいよね、また新しいシステムだったよねこれね、ああなんか分かるよ、ままマスでしょ、そうそうそう、マスのやつ、マスのやつ、そうそうそう、うんうん、そうこれ弟も確かにやってた、ちょろちょろやってた気がするから、うんうんうん、なんとなく分かるんだけど、戦闘的にはロックマンはこの9マスかな、はい、9マスの間だけ動けんのよ、うんうん、で敵の攻撃とか避けて自分も攻撃していくみたいな感じなんだけど、はいはい、あとねカードゲーム要素もあって、はいはい、なんかこのマスに攻撃仕掛けるとかもできたりするの相手、はいはい、っていうやつなのよロックマンエグゼ、これがねもうゲームボーイアドバンス出てめちゃくちゃ流行ったんですよね、これはすごかったね、多分学年的に俺らよりやっぱ下だったよね、俺も弟がって感じだったから、うん、佐藤さんはその世代だよね、だからあ世代だよ、俺の世代なんだよ、そうそう、俺の世代なんだよ、そうそうそう、俺の世代避けつつ打ちつつでね、でそのアイテム使ったら、ね、マスでドーンってなってね、なんか画期的なイメージはあった、確かにアドバンス同時に発売されたんです、あのロンチと同時に、だから結構人気あったんですよね、はい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 、うん、でこれがすごいのが、うん、現実世界があるんですよ、うん、はい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 、で現実世界は光ネット君って人がいて、はい、光ネット君が現実世界をこう歩くの名前どうした光ネットはどうしたお前名前、はい、でそこで、うん、例えば水道管トラブルとかが起きてるんだ、うん、みたいな市民とかに会うの、はい、であれ水道管になんか問題があるんじゃないかっていうことで、うん、あのなんか行動をこうつなぐのよ、そうするとロックマンの世界の方の旅ができるっていう、うん、はいはいはい、でその水道管に悪さしてるみたいなね、そうそう、水道管に誰かを悪さしてるみたいな、はいはいはい、そう、うん、でそこ解決したら、うん、現実も解決されてるみたいなね、うん、そう、ロックマンもロックマン X とかもそっちは全く関係ないんだ、これは関係ないんじゃなかった、関係ない全然関係ない、なるほどね、じゃあ新しいゲーム出たみたいなもうノリなんだね、うんうんうん、そうそうそう、なんか新シリーズみたいなね、うん、ロックマン新シリーズの、うん、うん、でまず最初ロックマンエグゼ、うんうん、全部アドバンスなんですけど、うん、ロックマンエグゼで次がまあ2、うん、僕2から始まってますね、うん、お兄ちゃんが1やってて、で、次が3、うん、で3ブラックってやつが出て、3ブラック、うん、でね次からねすごいのがね4からあの2種類発売になったんですよ、うん、あー何ポケモン的な感じで、あのポケモンみたいな、トーナメントレッドサン、はいはい、ブルームーンっていう、はいはいはい、ポケモンみたいな、で次5がチームオブブルース、チームオブカーネルっていうのが出て、うん、でロックマイグゼ6、電脳獣グレイガと電脳獣ファルザーっていう、電脳獣電脳獣グレイガファルガ、なんかその何少年心くすぐられるネーミングやね、なんかすごいね、くすぐるんですね、うんうんうん、で、まあ、最初にアドバンス始めたんだから、うん、世話になったアドバンスで終わらせたいってことで、うん、エグゼシリーズはアドバンスで終わってったっていうね、なんか粋だねその辺は、で
まあいっぱいまだ他にもあると思うんですけれども、うん、大きいのでもう一つあって流星のロックマンってやつがあるんで。何何どうしたどうした。これも知らないよね。流星のロックマン。流星のロックマン全然わかんない。画像見ると稲入れみたいになってますね。稲入れみたいな。あ本当だ、稲入れ感すごいわ。でこれもエグゼの後継で一応作られたんだけど、はいはいはい、だからバットでもちょっと似てる、うん、まあ違うんだけどちょっと似てる雰囲気はあるんだけど、うんうん、なんかねあんま振るわなかった感じがあって、エグゼファンからちょっと不評だったりしたんだけど、うん、ストーリーとかはね楽しかったりして、うん、なんと3まで一応出すことができました、うん、っていう、まあ、流星のロックマン。流星のって前につくのすごいね、うん、ロックマン流星でいいよね。流星はダサいな。ロックマン流星ダサくない？いや流星の部分変えればいいじゃん。なんでケイさんはいいと思ったのかもしれないけど、俺はいいと思わなかった。今までロックマン X のゼロとかさ、はいはい、後ろについてたロックマン X なんでしょ、うんはいはい、ロックマン流星でいいじゃん。流星急になんかダサくなるな。なんかどうせならあの横文字がいいよ、横文字の方が。はい、ということでね、まだ多分細かい作品はね、こういろいろあるんですけども、はい、あの、うん、ロックマン&フォルテとかね。ああ、うん、はいはいはい。あ、俺でやっぱフォルテ印象的なのやっぱそのスーファミの時の黒いやつ ね、うん、そうそう、黒いあいつもかっこいいよね。ゼロ的な立ち位置のやつね。そういうシリーズもあるんですけれども、まあ大きく言うとこういう感じっていう。ロックマンどうですか、ロックマンシリーズ。いやちょっとね、やっぱ話すとやりたくなんだよね。やりたくなる。じゃあやっぱ流星のロックマンやってもらいます、うん、なんでそこチョイスなんだよ。なんで流星チョイス。新しい方ですよ多分。わかるけど流星まだ後だな。まずあのエグゼだな。エグゼ、うん、X はちょっと前にさ、なんか動画でもあのスーファミのミニとかでなんかやった気もするから、うん、ケイさんじゃあ流星でいいですか。ロックマン流星。ロックマン流星でいっか。ないないないね。流星の、流星のですから。ロックマン流星はもうオリジナルになってくるんだよ。流星っていろいろあるね。流星シリーズまとめてないんですよ別に。今日もお願いありがとう。ぜひぜひこちらのチャンネルもチャンネル登録お願いします。明日も楽しみ、またね。流星シリーズのみになってるけど。